こんにちは、ソル留学です。本日はクイーンズランドアカデミーオブテクノロジー、通称 QAT さんという専門学校にお邪魔しております。今日は中でも人気のコースの一つ、クッカリーコースの実践授業に実際に入って1日学生体験をさせていただくことになりました。体験の前に QAT さんについて簡単に説明させていただこうと思います。 QAT さんは2006年に設立された専門語学学校です。メインキャンパスはブリスベンシティの中心に位置しており、アクセスも抜群です。さまざまな国籍の方が通われており、国際色豊かな学校です。語学コースは一般英語、アイゲルツやケンブリッジなどの試験対策コースもあります。中でもアイレツコースには元アイレツ試験の試験官だった方が先生の中におられたりと力を入れているので、アイレツコースは特に定評があります。専門コースの方はチャイルドケア、リーダーシップマネジメント、プロジェクトマネジメント、クッカリー、ホスピタリティといったたくさんのコースを提供されています。今回お邪魔させていただくのはサティフィケート4 in コマーシャルクッカリーのコースのクラスです。セオリー授業、座学などのセオリー授業はここのブリスベンシティのメインキャンパスで行われるのですが、実際料理を作るといった実践授業はここから車で10分ほど離れたニューマーケットというところの広いキッチンを使います。それではキッチンにレッツゴー。はい、ということでニューマーケットのキッチンにやってまいりました。今回はですね、実際に料理を作るといった実践コースに参加させていただくのですが、そもそもこのコースについて担当のマーク先生にお話を伺いたいと思います。Thank you for inviting us today. Could you briefly explain about this course and today's class topic? Okay, so this course is designed for students to come to Australia to learn predominantly about Western cooking, so you can get all the skills you need to get a job.Okay, which means then you can ultimately become a qualified chef, which means you can then get your visa to work in Australia. So today, it's only lesson three for the students, and today they've made fresh bread, which we're going to use to make fresh beef burgers. We've made shoe buns, what do you call them, cream shoe? Shoe cream. And we made some coleslaw to go in the burgers as well.Thank you so much. それでは行ってみましょう。そうですね、レシピを確認しながら先生が、その都度止めて説明して、工程を説明してやっていくっていう感じですね。事前にこの今私は手元にあるんですけど、このレシピの方がその授業の前の日に送られるみたいな、それ WhatsApp で学生さんにシェアされて、皆さんそれを事前に見て準備するっていう形になってますね。今日は9時から3時とか4時ぐらいまで授業があって、その間にまずですね、今シューの生地を作っていますね。小麦粉と水とバターを混ぜてるんですけれども、ゆっくり今から卵を入れていって、こうやって3秒以内に落ちたら完成だそうです。ここからが面白いパートです。スクイーズ、ストップ、リフトアップ、できましたね。すっごいいい匂いがします。今から食べたい。牛乳を入れます。 If we add too much, you will
って。そうですね。まあ実際そのレストランで働くときに一つずつ作るってことはないと思うので、まあ、授業でもこうやって同時に3つ4つの料理を作ります。So it doesn't matter whether we're doing 200 grams. からですね、パンを作ってますね。小麦粉と塩とイーストとオイルと、あとインプルーバーっていうパンが膨らむような粉が入ってます。これを今から混ぜるみたいです。これを5分から10分こね続けなければならないみたいです。筋トレですね。ちょっと筋肉痛になるかもしれません。明日やっとできましたね。できました。ちょっと褒められました。よくできたそうです。Different recipes of burgers. Some people will just get the mince, put some salt on, and that's it. Put this deep on. The onion. ここがいわゆる冷蔵庫になってて、全ての材料がここに保管されます。で、毎回デリバリーで材料が届くみたいなんですよね。で、それで学生さんはもうレシピを持ってるので、朝来たら先生が来る前に自分の必要な材料を取って机の上に準備するらしいですね。寒いですね。ちなみにここにパテありますね。あ、私のパテかな。この大きいパテ。冷やされてますね。Like that, and then they let it go from here, and then it splashes everywhere. So you always put it in, away from you, and then you just put it down, and then it doesn't splash. このバランスを崩さないように綺麗に盛り付けていきたいと思います。バーガーはここかな？はい。オージービーフハンバーガー完成です。Remember last week we used 2 egg yolks for 125 ml of milk. 今は卵とビネガーとマスタードにオイルを少しずつ垂らしてますね。どんどんなんか重たくなってきました。Okay. Even when you get to the end, don't be tempted to put.はい、ということで、すみさん完成しましたね。そうですね、ビーフバーガー完成しました、はい。今回他の料理もいろいろ作ったんですが、ちょっと時間の関係でまだ完成してないので、とりあえずこれだけ食べていきたいと思います、はい。授業の感想はちなみにどうでしょうか。そうですね、思ったより先生が本当に手取り足取り、その包丁の
切り方だったりとか持ち方だったりとか、あとオイルはちゃんとその熱してから具材を入れないとダメだとか、本当に基本的なところから教えてもらえて、初心者の私でもすごい分かりやすい授業でした。じゃあそれでは食べていきましょう。はい、食べていきましょう。いただきます。にお邪魔させていただいております。本日はですね、ディガステーションというクッカリーコースの学生の最終課題のためにお呼ばれされました。このディガステーションというのはですね、ここにメニューがあるんですが、この7つのメニューを学生さんたちがそれぞれのレシピで作って、それを訪問者の私たちがこの評価シートで評価をするというものです。これが学生さんたちの最終課題となっております。こちらの学生さんたちはいろんな国籍の方がいらっしゃいますので、それぞれの国によってまた味が変わってくると思います。そういうのも楽しみながら今回は試食させていただきたいと思います。それでは食べていきましょう。はい、そうですね、今3品食べさせていただいたんですけれども、本当に学生さんが卒業間近の学生さんということで、多分本当に経験がをたくさん積んだ学生さんばかりだと思うんですね。ものすごく美味しいです。ホテルの5スターホテルのレストランみたいな感じですね。ちゃんとコース料理で、でもまあ他のテーブルと比べると、何でしょうね、お皿も違ったりとか盛り付けとかも若干違ったりして頑張っていらっしゃいます。Brian, thank you for inviting us today. How is the degustation today? Yeah, the degustation is good today, as we can see. Basically, what a degustation menu is that, you know, you get small portions of food delivered to you, like about 7 dishes. And then basically how we do degustation menu here in QAT as a final assessment is that we have different types of tables set up, and then two chefs will be in charge of one particular table, and then basically each table gets their own chef, and then we can see how different, even though it's the same recipe, even though it's the same type of meal, but it's all cooked very differently with you know, cultural influence and stuff like that. Yeah, so that's how the final assessment works. Yeah, so thank you for coming. Thank you very much. Thank you, bye.